105NBA はポーランドのコンスタルによって製造された路面電車車両。この項目では関連するった形式についても記す。1973年から1979年にかけて製造された 105N805N を改良した形式。車体は 105N と同様に片運転台かつ片側に扉が4箇所設置されているが、105N の運転台側や 扉上部に設置された小窓は廃されている。車両には連結機が搭載されており、最大3両編成の連結運転が可能となっている。最大の変更点は、速度制御において、自家並列組み合わせ制御を採用したことで、初期の加速時には4個の電動機が直列に接続され、高速運転時には電動機が2個ずつ並列に接続される。 これにより 105N に比べて消費電力が12%削減されている。1979年から1992年にかけて 105NA が1443両、805NA が691両製造され、ポーランド各都市の路面電車に導入された。これはポーランドで製造された路面電車車両で最大の製造数である。単行運転も可能だが、 多くの都市では2両編成を組んで使用されている。製造時期によって、電装機器の一部が変更されているほか、1980年代以降は、各都市で近代化改造が行われるようになり、車体更新、制御機器の交換、連接車化など様々な改造が施されている。また、モデルスアルファのように 105NA の部品を流用した、車両の製造も行われている。 2000年代以降、プロトラムやモダトランズでは、105NA805NA を基礎とした新型車両の製造が行われている。ありがとうございます。